ださいありがとうございます。今日ファクトリーにお越しの皆様、ライブを見に来てくださった皆様、足を止めて聞いてくださった皆様、お食事中に耳を傾けてくださった皆様、ありがとうございます。ミラリナ高校3年生です。私は主に札幌を中心にライブ活動をしています。1曲目に歌った曲は、札幌で活動されている札幌を中心に活動されている、のりこさんという方の、のりこさんという方に楽曲提供していただいた、ダイアリーという曲でした。次は私のオリジナル曲、鏡の国の U&I です。聴いてください。気づいてね、ここ
今日1曲目とか終わっちゃったんですけど、今日初めてお会いする方もいると思うので、ぜひ名前を覚えて帰っていただけたら嬉しいです。次に歌う曲は、この曲もまた、のりこさんから楽曲提供していただいた曲になるんですけど、私は普段、歌を歌うときに歌詞、詞を見て、でドラマみたくストーリーを構成してから歌うんですけど、この曲は、失恋した切ないラブストーリーになっています。では聴いてください。そばにいて。そばにいて、いつもいつまでも心をもっと感じさせて、遠くても近くにいても、
次の曲は、ずっとかっこいいなって思っていた、椎名林檎さんの、罪と罰っていう曲なんですけど、ずっと歌いたかったと思っていた曲だったので、やっと歌えて嬉しいです。では聴いてください。椎名林檎さんで罪と罰。
知をさせてください。今度の今月のライブの予定なんですけど、今度の日曜日、6月の25日のお昼に場所はすすきののゼノンさんで、あとそれと来週の木曜日、6月29日の夜もゼノンさんで歌わせていただきます。ツイッターとかでもお知らせをしているんですけど、もし興味を持ってくださった方がいたら、ライブが終わってからでも話しかけてもらえると嬉しいです。では次の曲で最後になります。ドリームズカムトゥルーさんのサンキューです。では聞いて、間違えちゃった、ごめんなさい。次の曲は、私の、オリジナル曲で星になるようにです。では聞いてください、ごめんなさい。
分かつ瞬間こぼれた思い一粒水鏡に映るのはあなたじゃなく私で、聴いてくださった皆さんにサンキューという気持ちで、ドリームズカムチルーさんのサンキューを、歌いたいと思います。皆さん、30分間ありがとうございました。ぜひ三浦里奈という名前を覚えて帰っていただけたらとてもとても嬉しいです。では最後皆さんと一緒に楽しい時間を過ごして終わりたいです。では聴いてください。ドリームズカムチルーさんで、サンキュー。Thank you.
今日は本当に